どうも吉賀直樹です。どうも川のコートです。ちょっとベストそのままだなと思って。直樹って言いましたよね。直樹って言いました。直樹ですよね。直樹です。ちょっとなかなか対になる言葉がそうですか、なんかですけど。すいません。はい、ちょっと思わぬところから。そうですね。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いやー、第41回目ですね。そうですね。先週はまあまあ40回目と、はい、吉賀さんの40歳の、はい、まあ、お誕生日目前というか前夜というか。そうですね、もうね、はい、まあ、放送中にお誕生日を迎えるということで、はい、本当に、はい、ね、おめでとうございましたということで。なりました。はい、ありがとうございます。うん、いえいえいえ。どうですか、40歳になった心境は。いやー、ほんと、SNS とかでね、はいはい、そうですよね。で結構、というかね、書かせていただいたら、うん、いろんな方からメッセージいただいて、うん、なんかこう、ありがたい時間でしたね。うん、なんか、それもそうですし、うん、さあさあ、ちょっとね、切り替えていきましょうかっていう感じも ありましたし、うん、そうですね、なんか節目で。そうですね、なんかやはり、うん、あ、この方40より上だったんだじゃないですけど、はいはい、上だったんだ、あ、そうですね、そんなことも分かったり、うんうんうん、ようこそみたいなね。ああ、なるほど。あ、そう、そのあれですね、 SNS のお友達、お知り合いの方の中で、ね、そうですね、そうですね。ああ、まあ、確かになんかこうね、ちゃんと年齢ってし分かんなかったりしますもんね。そうですね、若干上かな下かなみたいな。まあ、確かに確かに、そう言われればそうですね。うんうんうん、うん、すごい嬉しかったですね。はいはいはい、うん、そうですね、はい、うん、やっぱまあやっぱしね、心境は変わりますね、やっぱね。ああ、まあ確かにそうですね、うん、30代から40代っていうのがだいぶ変わりますね。だいぶ大きいですよね。まあこの前ちょっと言いましたけど、まあ10代から20代になるぐらいの本当にインパクトが、うん、うん、20代から30代よりもちょっとでかい気がしますよね、若干。そうですね、うん、まあ、意外と30も結構おーって思うんですけど、まあまあまあ、あ、そうですね、それとまた違うね。まあでもそっか、それでもまあそう、そうですね、うん、結局だからまあ変な話、この10年後には50歳になるわけですから。そうですよ。確かにまあそのなんだろう、こうやっぱそうですね、桁というかその位が変わるのは、10の位が変わるのは、そうですね、だいぶやっぱりまあどの年代をとってもやっぱ衝撃でかいですよね。ですね、うん、なんかやっぱりこう選ぶものっていうか、その買うものっていうか、はい、そういうものも若干ね、あ、本当ですか、ちょっと意識するなみたいな。本当ですか、これ若すぎかなみたいな。ちょっとだけ意識しました、ね、その身につけるものだったり、うん、はいはいはい、ありませんか、全くない。まあ、でもどうかな、30代から40代ちょっとどうですかね。まあそのまあ確かにそうですね、あんまり若々しいところはちょっとってはなりますよね、うん、確かに、うん、この今年去年ぐらいから。ああ、やっぱりそうですよね、うん、そうですね、そんなこと全く考えたことほぼなかったです。ああ、まあ確かにそうですよね。ちょっと待てよみたいな。はいはいはい、そうですね、ちょっ と年相応のというか、少しですね、やっぱそこはだいぶ意識変わってる気がします。うん、うん、ですね。変えなくてもいいのかもしれないですけどね。あんまりね。まあそうですよね、若すぎても、若すぎてもというか、うんうんうん、いや、まあちょっとわかります、それは。意識はちょっと芽生え始めたかもしれない、ね、うん、そうですね、はい、はい、この先考えた時にね、ちょっといろいろ、うん、なんか、そうですね、今までとは違うぞっていう、なんかこう、うんうんうん、この先の道をね、見た時に、はいはい、まあ、体力的なものとかね、うん、ちょっとね、いろいろ切り替えなきゃいけないんだなっていうのは少しやっぱ、うんうんうん、なんかあれですね、今日のテーマにすごい被るんですね、ちょっと、ね、そうですね、アンチエイジングじゃないですけど、はい、ちょっとその若干あるかもしれないですね。あるかもしれない、切り口によっては。そうですね。そうです。それでは番組始めましょうか。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。画家と作家。この番組は画家の空間ペインター吉賀健太と
サラリーマン兼ラジオ作家のカーン・タカシがエンタメや仕事、子育てなどについて自由に語るインターネットラジオです。ちなみに裏テーマとしまして、いつか2人が大好きな松本人志さんをゲストに迎えることを目標にしたラジオ番組でもあります。ということで第41回よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それでは早速コーナー行きましょうか。そうですね。あ、はい、自己紹介をじゃあ。ああ、そうですかね。ちょっと珍しく僕の方が多いですけど。じゃあ僕の方から。はい。はい、画家の吉賀健太と申します。画家として、大分市を拠点としまして、絵を描く仕事をしております。また、空間ペインターという屋号で、街中の、いろんな壁とか床とか、いろんなとこに絵を描くパブリックアートというような仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。続きまして私、作家の川野と申します。まあ、普段は会社員をやってまして、毎週土曜日夜9時から OBS 大分放送ラジオで放送中の踊り場ラジオという番組の作家をしております。はい。で、まあ、あと一方でその傍らで、まあ、イベントを企画したりだとか、文章を書いておりまして、アンテナの磨き方という、電子書籍を、Amazon の方で発売しておりますので、よかったら読んでくださいということで、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ではコーナー始めましょう。はい、はい、画家と作家エンタメのすすめ。このコーナーは我々画家と作家が音楽、映画、漫画、テレビ、ラジオ、YouTube、アートなどの中からおすすめするエンタメを毎週一つずつ紹介するコーナーです。はい。ということで、はい、ですね、ちょっとじゃあ私の方から、はい、させてもらいたいんですけれども、はい、ちょっとだけ久しぶりの、手前味噌というか公私混同的なあの自分のお知らせなんですけれども、ちょっと決定しましたので告知をさせていただくと、はい、ですね、今度もうちょっと先なんですけど、まだ、はい、11月の18日の土曜日に、またまた、前回のですね、5月だったかな、前回に引き続き、あのあとペロさんの、ライブイベントを再びですね。あ、再び、そうです、うん、また同じ会場、別府の、中村コーヒー店さん。あ、そうなんですね。をお借りしましてですね、夜開催、ライブイベントを開催したいと思っております。あ、そうなんですね。はい、なるほど。まあ、一応7時半からということで、前回ですね、多分7時からにしてたのかな、ちょっとやっぱ土曜日とはいえ始まりが早かったのかななんてちょっと思いながら、ちょっといろいろ調整しながらですね、7時半から行いたいと思っております。なるほど。今回はですね、前回に、からまたさらに趣向を凝らしまして、前回来られていた大森和恵さんという、まあ、アーティスト の絵かイラストレーターのですね、はいはいはい、杉田君と一緒にいらっしゃったの方の、ライブペイント、うん、まあ、吉賀さんもやられている、うん、ライブペイントとのコラボ企画ということで、うん、まあ、アノアさんがこう、前回ですね、こうそれこそ打ち上げとかその他のところでこう、うん、結構意気投合じゃないですけど、うん、まあ、一緒に何かやりたいねっていう話で、まあ、それこそ吉賀さんがこうやられていたようなですね、ピアノと絵みたいな形で、はいはい、ちょっと新たな試みを考えておりますので、らしい、そうですね、一応自分の SNS とかでちらほら告知も開始しておりますので、うん、まあ、よろしければぜひチェックお願いしますということで、らしい、はい、ピアノとミニドラムの、あのあとペロさんという、うん、まあ、男女の、はい、まあ、ユニットというか、うんうんうん、はい、ご機嫌で、まあ、ちょっとジャズっぽいくて、うん、まあ、でもただ敷居は全然高くない、はいはい、すごいご機嫌でポップで楽しい時間になるかなと思いますので、もし興味がある方はぜひお越しくださいということで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます、ね、前回吉賀さんも来ていただいて、そうですね、はい、いや、それこそあのあとペロさんのファンになりまして、ありがとうございます。SNS チェックしてて、ああ、この情報は見てたので、はい、おお、またするんだ。そうですよね、すでにもう、はい、ちょっと動画をね、なんかちょっと20秒ぐらいのこうね、はいはい、告知動画というか、はい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 、あれも今回アノアさんが作ってくださって、あ、そうですか、それ見て、そうなんですよ、あ、そうですか、そうです。でアノアとペロさんって本当なんか面白くて、その各会場、うんうん、全国の各地で、うん、
それぞれにこう主催者さんがいて、はいはいはい、でまあ大分は僕っていう風なこうなんかこう担当制じゃないですけど、うんうんうん、各地域でそれこそその主催者のこうアイデアをとこう掛け合わせながらやっているんですけど、うん、今回その主催者さんごとになんかその方が一番好きな曲を、うん、あのかけるっていうこと、あのかけるというかまあ BGM に流しながら告知動画を、うん、あそうなんですか、作るっていう試みをしていて、でなんかそれがちょうど自分とやり取りしてる時にそのアイデアを思いついたみたいで、そこから全国の、主催者さんにもそうやってヒアリングしながら、作っているということで、そうなんですか、なのでぜひなんかそうですね SNS を見ていただくと多分それぞれちょっとこう、うん、カラーが出た告知動画になってるのかなと思いますので、うん、まあ楽曲も含めてよければぜひチェックしてみてほしいと思います。ぜひあのペロでね、そうですね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあですね、はい、僕の方からいきましょう。はい、僕はですね、僕もまた僕も自分 の, あの、はいはい、アート関連の告知も関連で、はい、というところでご紹介させてください。はい、実はですね、東京に行きます。うん、おー、久々の東京でございます。はいはいはい、これがですね本当に貴重なご縁で、はい、それこそヒデさん、あの XJAPAN のヒデさん関連のイベントで、うんうん、東京で展覧会を2015年ぐらいかな、うん、ただ3回か4回、ヒデウィズスプレッドビーバーのメンバーのイナさんが主催の、はい、そのアート関連のイベント、うんうん、ヒデさんの事務所公認の展覧会が ありまして、はい、それのワークショップに参加して、展覧会に行ってというような動きをしていたんですね、うんうん、以前、はいはい、でそこで、同じ出展者で結構つながりができてまして、はい、でちょうどその第1回目の隣だった、はい、女性の、方で、はい、ダンサーを本業としながら、うん、で絵も描いてるんですか。絵は描いてる、絵じゃないですね、表現者ですね。あ、はあ、でその時は、まあ、ヒデさん自分がモデルとなって写真のチームを作ってのまあ、コスプレじゃないけどそういうような作品を出してたんですけども、はい、この方がバンドをやってまして、はい、ヒデさんのカバーバンドをやっておりまして、はいはい、でこれ活動をずっと長年されてるんですが、うんうん、はい、まさかのもう今年で解散らしくて。ああ、なるほど。でそれでねちょっとこの僕のこう今年いろいろあったので、はい、ちょっとその情報を来たタイミングで結構ちょっと燃え上がっていたというか、はい、ヒデさん熱もすごい強かったタイミングだったこともあり、はい、お知らせを聞いてですね、はい、ぜひまあ、その最初の出会いからもう結構長い付き合いでいろいろ情報交換していたんですが、うんうん、なんかこう、はい、いつか一緒にできたらいいねみたいなことを言ってたんですが、まさかその解散ということなので、あ、最後のラストライブにですね、なるほど、何かさせてくださいということで、ということで今度、11月の3日おお、もうでも結構すぐです。すぐというか ね、割と近いですよね。うん、ね、東京のですね、恵比寿。ブレアートっていうんですかね。はい。ライブハウスですね。はいはいはい。こちらで、ピンクエタニティというですね、ライブ、その、ヒデさんのコピーバンドがですね、うんうん、キスイワミザリーというバンドがありまして、はい、その10年の歴史に幕を閉じるラストライブ、ワンマンライブですね。はい、そちらに、ライブペイントとしてオープニングアクトとしてですね、私は。なるほど。30分。僕はすみません、てっきり歌の方で出るのかなって今ずっと思いながら聞いてました。そういえば音楽でも吉川さん参加できるからと思いながら聞いたんですけど、そうですね、なんか弾き語りもどうかなみたいな話だったんだけど、絵の方で。なるほど、まあ音楽はあちらにお任せしてということで。そうですね、で最初のオープニングアクトで約30分ぐらいですね、はい、オープンが4時半、はい、11月3日の4時半オープンで、スタートが5時、はい、5時なんですね、はい、で5時から、私の方で30分ぐらい、おー
DJ の方にヒデさんの曲をあの回して、いいっすね、その30分の間にライブイベントパフォーマンスを、はい、いいっすね、またその DJ とっていうのが、そうなんですよ、おこういう形になりましたの で, です、ね、すごい、あの東京にねお住まいの方は、うんうん、そうですね、ぜひぜひ遊びにいらしていただきたいなと。そしてその後に翡翠はミザリーのライブがありますので、はい、そこのそこでもちょっと最後あの絵の仕上げはそのすごいをちょっとする予定でやりますんで、おおほほほ久しぶりの東京遠征なの で, いいで、ね、うん、本当ですね、はい、よろしくお願いします。あの、ま、ありがとうございます、はい、500円で前日当日が3000円とます。おうほうほう、一応あの YouTube の方にこの画像も貼りたいと思いますし、概要欄にこの情報を載せておきますので、はい、もしチケット欲しい方は、直接 DM いただければと思います。はい、もうじゃあ本当に吉川さんに直接こう、そうです ね, ね、行きたいんですって言ってもらえれば、はい、お伝えして予約できるということで、はいますので、はい、どうぞよろしくお願いします。ぜひ、まあ、ちょうどこうくしくも音楽イベントで、そうですね、しかもライブペイントがあるっていう、そうですね、本当 ね, すごいですね、ちょっとかぶりまくってます ね, ね、面白いですね、イエスの秋ということで、そうですね、いい季節ですもんね、本当にですね、うん、いやいや本当に、いいですね、ライブハウスで、うん、はい、ヒデさん会をね爆発してると思いますね、うん、そうですね、いいですね、またこうね、そう好きな方がたくさん集まるんだなと思うと、そうですね、ね、盛り上がりそうですよね、そうですね、うん、ぜひね、ヒデさんを一緒にね爆発させるちょっとということでしょうかね、うんうん、すごい素晴らしい、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、それではメインに行きましょうか、はい、はい、行きます。画家と作家の談話室、このコーナーは我々画家と作家が今週話したいことやお互いに聞きたいことなどの話題を一つずつ持ち寄って雑談するコーナーです。ということで、はい、今回は、川野さんの、はい、企画ですね。そうですね、まあ、テーマ決めさせていただきました、はい、まあまあ、あのね、ちょっと前々からこういろいろ候補をいくつか出しながら、はい、まあ、元はちょっともしかしたら吉川さんから出て、そうです、ね、出してくれたワードかもしれないです、うんうん、僕もいいですねって言って、はいはい、まあ、まあちょっといろいろタイムリーであったりもするの で, そうです、ね、というところで、ズバリ今日のテーマは、うん、アイドルについてということで、はい、アイドルについて、もう直球ですけども、ありがとうございます。まあまあいろいろ今ね、はい、話題になってますが、うんうん、まあまあ男性アイドル女性アイドルそれぞれまあいますし、ということで、うん、まあ、広くですね、まあ、今までいろんな、まあ、エンタメについて、うん、お話をしてきたと思いますけども、うんうん、まあ、ちょっとこの、まあ、若干広い意味ではありますが、そうですね、アイドルというテーマで、はい、今日はちょっとお送りしようかなと思っています、はい、ありがとうございます、はい、あの、まあ、きっかけはね、僕はあの、うんうんうん、この間の松本中井でね、あ、そうですよね、そうかそうか、発端はそうですよね、はい、あの方、あのセクシーゾーンの、ゾーンのね、中島健人さんですかね、中島健人さんがゲスト、はいはいはい、東方神起とね、そうですよね、いや本当にあれ面白かったですよね、面白かったよね、うん、まあ、その中で見応えが、うん、アイドルって大変なんだよっていうなんか中井さんが言われてて、そうですね、あ、確かにと思って、面白いな、面白いですよね、うん、あれ確かに、まあ、なんていうんですかね、まあ、一般的にではないかもしれないですけど、うん、結構まあまあちょっと一緒にするのもおこがましいですけど、まあ、吉川さんもそれぞれもちろんプロでやられてるからあれですけど、まあ、あのとはいえ吉川さんもいろんなこう面で活動されてるじゃないですか、はい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 、ではまあね、そのまあ、あのアイドルではないんでしょうけど、そのなんか絵を描かれたり音楽をされたりしてるじゃないですか、はい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 、だからちょっとね、通じるものというか、あ、なんかどうなんだろうと思いながら、どうですかね、なんか それぞれの活動をしてるから、はいはい、なんか そこら辺 の, そのちょっとまあね、その好きでどっちもこう当然プロとしてやられてるとは思うんですけど、なんかそういうこう一本じゃないじゃないですか、そうですね、その辺もちょっと若干こう重なるのかなと思いながら、お、なるほど、活動の仕方として、本当ですか、あいつなんか何だろうな、同じようにしてると言いたいわけじゃないんですけど、結局まあ
マルチ、いろんな活動も活動してるという意味では、まあ絵だけ描いてる方でもないですし、確かにそうですね、音楽をしてる方だけね、だけどしてる方でもなくて、なるほど、活動の幅的にはちょっと通じるものがあるのかなと思ったり、本当ですか、ちょっとびっくりですなんかそういうのちょっとシンパシーというか、こうあれ感銘を受けたりしてるのかなと思う。いやいやいや、そんなことはなくて、ないですか、ね、はい、まあなんて言うんでしょうね、アイドルって、うんうん、まあその話の中で面白かったのが、はい、の中井さんはそのアイドルは一番山のてっぺんからスタートするんですっていう話が、ね、すごく、おお、なるほどなと思って、まあそうですね、ある種その下駄を履かしてもらってるというか、そうですね、でそこからスタートして、まあですね、そうそうそう、やっぱそこら辺のね、ちっちゃい劇団からドラマ、うん、じゃあ主演目指しますって言ったら相当な険しい道のりを結局登っていかないといけないですが、まあはっきり言ってというか、まあね、まあまあもちろんそのジャニーズのという山を登りきってる人だから、うんうん、ね、その違う山を登ってる方なんで、まあ別に楽して行ってるわけではないんでしょうけど、まあでもそこからビュンとあのドラマ界のね、主演の山はとりあえずてっぺんに確かに連れて行ってもらえてるというか、まあ、かたやバラエティだといきなり冠番組始まりますから ね、まあ、芸人さんがこれ最初からやろうとすると相当な、まあまあまあでもね、とはいえあれまあ若干謙遜というか、まあ、あの中井くんのいつも の、 あのちょっと ね下げてるとこもあるんでしょうけどね、他へのリスペクトを込めての、だってあの中井くんのジャニーズの中で中井くんのポジションになること自体がもう多分とんでもないことだと思うので、ね、そのアイドルになったからといってみんながみんなそうなれるわけじゃないので、確かにそういうことですよね。そうですよね、結局何かの山を登り詰めたからそうなってるんであって、ということではあるとは思うんですけど、確かに、まあでも面白い視点というかね、そうなんですよ、なるほどなと思いましたよね。だから多分それは中井さんならではというかもしれない、そうですね、その意識があるから、そうですよね、全部に全力だったのかもしれない、ね、そうですよね、なんか、まあ、多分まあそれぞれみんなね、感じてるとは思いますし、中井さんとかが示したところでビシバシ感じてね、頑張ってるっていうところだとは思います、そうですよね、偉そうにするなよみたいなねはいはいはい、まあ、パイオニアですしね、その、まあ、アイドルでマルチに、ですね、ね、活躍していくっていう、すごいですよね、うん、いやだから多分まあそれこそスマップからもしかしたら、まあ、前の世代はいませんけど、まあ、こう偉そうな感じっていうのはなくなったのか、確かにそうかもしれないですね。松本さんがね、あの、はぁみたいな感じで、そうですね、思ってたけど、はいはいはい、ね、中井くんは違うな、そうかそうか、そうですね、あの、確かにそうですね、まあそうか、まっちゃんにその言葉を言わせてる時点で本当にそのそれ以前それ以後というか、そこでもガラッと切り替えてるということですよね、イメージを。そうですね、実際に接してみるとすごい努力をして、あ、こいつは違うなってことを思ったってね、そうですよね、確かに、なんかそういうところがですね、なんかすごい面白くて、なんかこういう話もあるし、まあそこの昨今ね、そうですね、いろいろなことも含めてなんか話できたらいいなと思って、あと提案をさせてはいただいてはいたんですけど、ね、はい、そうですね、はい、まあ本当にそうですよね、アイドルって、まあ、その昔ながらのあの、まあ、我々がまあギリ知ってる世代もあるし、まあ、本当それよりもっと昔の、本当に日本のあのいわゆる80年代ぐらいの、まあ、ブリブリのアイドルから、まあもうそれで今に置き換えたりとか、今ね見たら、まあ、それこそ中井くんも言ってましたけど、今若手じゃなくてよかったみたいな、はいはいはい、はい、こうなんとか逃げ切れたみたいな言い方してますけど、言ってましたね、ね、こうもう今の人たちの本当レベルがやっぱね、こうまあ韓国の方たちもそうですし、やっぱ高すぎるので、なるほどですね、まあね、その話はなんかしてましたけども、まあ確かにでもそういう意味じゃ、その中井さんが築き上げたということですけどね、こう引き上げたとかね、まあそれでもすごいですよね、とんでもない状況になってますよね、そうですよね、うん、なんか未完成のものを応援する
はい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 。みたいな、もう言っちゃってましたよね。そうそうそう。まあその。映画ですね。うんうんうん。なんか、あんまりわかんなくて、そんなに、はい、だから、ジャニーズファンではないからですね。はい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 。ああ、その心理がってことですね。そう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 。ジャニーズ感性の状態を応援するっていう感覚がなかったから、はいはいはい、あ、そんな感覚なんだ。ちょっと思って。ああ、でも確かにそれってちょっと面白いかもしれないですね。僕はちょっとやっぱ分かったんですよ。あ、そうですか。で、それこそまあなんでしょうね。でもまあ、吉川さんもしかしたら共感してもらえるかはちょっと分かんないですけど、うんうん、割とだから僕ら世代で言うと結構一番分かるんじゃないかと思ってて、要するにスマップはもうね、気づいた時にはもう、うんうんね、トップでしたけど、はいはい、結構その下の、なんていうんですかね、嵐とか、はい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 、自分たちと同世代ぐらいに、あとタッキーとかですね、当時の。ほう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 。あの辺の人たち、なんかデビューする前からもう僕らちょっと知ってて、はい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 、ドラマとか出てたじゃないですか。はい、出てましたね、見てました。で、そっからデビューして、うんうん、なんか出ていった感じがあるというか、だからなんかもういわゆる、まあ今はちょっと話題ですあれですけど、ジャニーズジュニアという、システムがあるじゃないですか、はいはい、そのデビュー前の人たちがそこの後ろで踊ってみたいな、多分あの時にこうお互いじゃないんですけど、はいはいはい、もうなんか自分が先に唾つけたじゃないけど、なんか、はいはい、あの後ろでそうそう踊ってるあの子いいよね、でどん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 、まあ、かっこよくなっていってというか、なるほど、活躍していく、まあ、成長、おそのたまごっちじゃないですけどなんかその自分が応援しておう育てるじゃないけど、こうなるほど、自分ここ勝手に本人は育ってるんでしょうけど、そういう感覚なんですね。多分そういう心理だと思う。面白い。割とどうなんでしょうね、女性特有っちゃ特有なのかな、どう、まあでも AKB のね、そのじゃあ研修生とかあんまり目立たない、じゃあ指原さんを当初から応援してて、はいはい、まあ、今こんなトップのねタレントさんになってるの、はいはい、なんか俺がずっと応援してたぜみたいな心理って、うんうんうん、まあ一定の層の方にはなるほどあるんじゃないかなという、こういう感じなわけですね。まあそうですね、自分なんかに置き換えると、まあ、あんまりアイドルはちょっと分かんないですけど、なんかバンドとかも割と、うんうん、ね、あの最初はライブハウスから始まってアリーナでするようになったなみたいな、うん、まあなんかちょっとね、うん、前から知ってたぜじゃないですけど、なるほどたまにあるじゃないですか、なんかそれに似た感じなんですかね。それをもっと露骨にしてる感じというか、そうか、うん、もう大人数いる中でなんか見つけてというか、うん、ですね、そこってもその時点でやっぱまだ未熟だったりするので、うん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 、でそこからどん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 なんかデビューしてみたいな、うんうん、ドラマ初めて出ますみたいなところからなんか応援したい心理があるんだろうなと思いながら、うん、なるほどですね、まあ、それをあんな風に定義づけてあんなにはっきりと言っちゃうのもすごいなと思いましたけど、うん、確かに、うん、あ、未熟って言っちゃうんだみたいな見方で、はい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 、なんかでもまあプロフェッショナルの世界を知って努力したからこそのこと、うんうん、あ、そうですね、その後にですね、あ、いや本当興味深いなって、うん、なんかこう当たり前にもうジャニーズっていう、うんうん、もう出来上がったそのものを結構見てきてるからですね、うんうん、なんかもう、そうですね、僕らは別にそんなに未熟と思ってずっと見てたわけじゃないというか、ちゃんと普通に受け取ってね、もちろんその目線もわかるんですよ、うん、なんかあ、やっぱそういう、そっかそっかと思って、うんうんうん、こういう感覚なわけですねっていうのがすごいはっきり見えたっていうか、うん、そうですね、あんな風にそうですね、そうそう、うん、具体的にこう言葉にしていたので確かに、そう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 、うん、これだからまあ本当に努力家なんだなっていうね、うんうんうん、かっこいいかっこいいキャキャキャでそこで疲れてないっていうのが、うん、そうですね、いいなぁとね、うんうんうん、まあでもやっぱ言ってもなんて言うんでしょう、まあ世の中、まあ、もちろんこうキャキャ言ってるね、そのファンと言われる人がもちろんいらっしゃると思うんですけど、そのやっぱ厳しい世の中厳しいですからね、うん、そうそうですね、そこを厳しい目で見られるか、うん、結局
100% 上にその山の上に登ったとしても売れるかって言ったらね、うんうん、そういうわけでもないですよね。そうですよね、うん、結局ねそれでまた数字がどうこうとか言われるわけですからね、うん、主演したら下で、うん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 、うん、ほら、まあまあどうなんでしょうね。それこそその、うん、まあジャニーズってだけでその、うんうん、東京ドームから始まったりね、うんうん、まあそうですね、うん、まあそこで勘違いしちゃったりするんですかね、うん、かうん、そうですね。いやだからまあね、なんかいいななんてことはあんまり思ったことないですまあまあそうそうですね、楽しやがってとは思ってないですもんね。思ってないです。絶対大変ですもんね。大変ですよ、うん、そもそもかっこよくないといけないし、うんうん、その上さらにね踊れないといけないし、そうですよね、歌えないといけないし、うんうんうん、っていうね、ね、そうですね、思うとそもそもすごいよとは思うんだよね。まあ、本当やっぱりいろいろやってるからこそのそういうちょっとなんか、うん、あれですね、色眼鏡じゃないですけど、うんうんうん、見られることはあるんでしょうね多分。そうでしょうね、うん、まあある意味こうプロというかね、本当に人から見たらね、流行ってね、そうですね、専属の方というか、まあまあ、うん、アイドルのくせにみたいな感じでね、はいはいはい、そうですね、だから這い上がってきた側は思うかもしれない、うんうん、うんうんうん、でもね、それに相応した努力をして、そうですね、行ってる人が結局残ってますもんね。そうですね、結局ね、あ、うん、そうですね。まあまあ今日はだから、まあ、一応アイドルというねテーマで、はいはいはい、まあ、門を受けていますけど、うん、まあこれちょっと男女限らずですけど、吉川さんなんかこう、まあ、幼少期というか10代とかいました、なんか好きなアイドルみたいな、男女問わずでも、男女問わず、まあでも本当自分の兄弟が姉と、ああで女の子たちが多かったので、そっかそっか、しかも年上というかね、あお姉ちゃんだったら、そうですね、だからまあジャニーズ好きでしたよね。ああ、うん、だから、まあ、そうですね、10代でキンキとかね、スマップとか、ああ、まあそうですよね、世代でキャッキーだったんで、あのそういう感じでは見てはいましたよね、うんうんうん、そうですね、うん、そうですね。でもまあ、うん、あのまあキンキ、まあそんな感じで見てたの、うんうん、かっこいいなとか、なんか、うんうん、こういう目線は当然ありましたね、うんうん、影響は若干受けてましたよね、うんうんうん、確かにキンキは僕ら本当そうですよね、なんかドンピシャというか、ドンピシャですよね、なんか普通にやっぱそうですね、バラエティーも見てましたし、うんうん、なんかやっぱ金田一とか、うんうんうん、ね、こう自分たちが見てる漫画の実写化をその人たちがしてたので、どうしても見るというか、うん、なんかそこでちょっとこうクロスした感じがあるというか、こっちが、ね、自分たちが見てた金田一を、実写化するんだみたいな、うんうんうん、そんな感じでしたもんね。ですね。あ、そうだ、うん、そうだ、スピードとかね、スピードがアイドルと言えるのかどうかですけど、ね、まあまあまあ、でもまあ僕らは確かにスピードですよね。本格派側ですけどね、うんうん、そうですね、うん、まああとモームスね、そうですね、その後ぐらいですかね、出てきて、そうですね、うん、だからまあ一旦そういうアイドルブームみたいな、あ、そうか、一旦終わった後、そうですよね、ようやくモームスがバンって出始めたみたいな、そうそうそう、確かに確かに、僕らその世代ですもん ね。でもだから AKB が行った時に、はいはい、まあちょっと個人的にはもう割と僕も結婚してぐらいの時期だったので、はいはいはい、あんまりもうなんか分かんないみたいな、うん、ですね、全くね、こうそうそう、遠目でもうタレントさんとして、はいはい、まあ、2,3 人顔と名前分かるなみたいな、あ、分かります、感じだったから、まあ確かにそっか、僕らだから全盛期そんなに、うんうん、そっか、ドンピシャじゃないですね、実は女性アイドルとかでいうと全然ですね、だから、ね、ある意味だからスピードもそういうアイドルってことじゃなかったか、ね、まあまあそうですよね、まあ、いなかったから、なんかまあ確かにそのね、スターのアイドル的な、的な、ね、こう誰々が派みたいなのがまあね、うん、はいはい、僕ら中学生ぐらいの時に言ったりはしてて、うん、でまあその後モーニング娘。とか、はい、だからまあ、うん、アイドルっぽいアイドルといえばやっぱりジャニーズだったので、はいはい、
ったのかなと。そうですね、割とアーティスト寄りというか、うん、まあ、だって鈴木亜美さんとかにしたってね、あ、まあ確かにそうです ね、まあ、ね、最初は朝屋の、ね、オーディション番組で、まあ、小室さんプロデュースで、うんうんうん、もうしっかりアーティストとしてまあまあそうですね、はされたけど、まあ、こうルックスであったりとかね、うんうん、こうまあ、若かったっていうのもあって、はいはいはい、結構、まあ、そのアイドル的な人気もあったんでしょうけど、そうですね、まあ、基本的にはアーティストとして、ね、ね、うん、楽曲も良くてっていうところで出てきたの、うんうんうん、確かにそうですよね。だからなんかこう、そっか、それがあるから僕いまだにその女性アイドルってあんまりピンとこないのかな。なるほどね。なんかそのあれありますね、感じ。なるほど。坂道グループとかも全然わかんないですね。ああ、僕もわかんないですね。だから、うん、その AKB 出た時とかね、はいはいはい、重いなっていうね。いや、そうっすよね。センターっていうか前の方の 2,3 人しかわかんないみたいな。ね。そうですね。もうちょっと。怖いじゃんぐらい思ってます。うん、そうですね。うん、確かに。ね、あれよあれよ、なんか、うんうん、気づけば総選挙してるみたいな、あ、そうですよ、感じで社会現象になって、そうですよね、神セブンとかそういう、はい、言ってんな、はいはい、みたいな、そうですね、言葉はなんか知ってるけどみたいな、うん、その7人ももう分かんないみたいな感じですけど、まあ、ちょっと見てましたしけどね、もちろん知ってますけど、はいはい、うん、そうか、そういったら本当そうですね。でそこからまあ AKB が出始めてもうガンガンアイドルのすごい、うん、そうですよね、どんどん乃木坂とか、ね、うん、まあまあまあ本当そうですね、アイドル的なね、はいはいはい、まあ、ビッシュも、まあそうですね、ビッシュとかももクロとかね、前なんか前の形、うん、あ、あの ビスですか、ビスね、はいはいはい、いろいろね、いろいろ、そうですね、めちゃくちゃご当地アイドル的なのも、ね、はいはいはい、確かに確かにそうですね、そこ考えると面白いですね、本当。面白いですね。だから好きな人も本当めちゃくちゃ好きで詳しいんでしょうね、うん、多分この辺の話も。ですね。うん、だからこう、アイドルってテーマを掲げて、ね、確かに。気に来た人はなんか、そうです。全然詳しくねえじゃねえか。こいつら全然詳しくねえ感じだったらごめんなさい。すごい上っ面のとこ流すなみたいな。本当ですね、ちょっと怖いです怖い怖い怖いよ怖いです、まあでも本当そうですね、だからそっか、そのキンキとか V6 とか、うん、はい、ですね、ちょっとした嵐とか、はいはい、まあ、ぐらいですよね、その僕ら割とこうドンピシャで、ね、世代で言うとですね、そうですね、もう本当まさにもうね、大正 しまく、まあ、解散して大正して、はい、そうですね、今や僕らのドンピシャ世代、そうですよね、確かに、そう、まあ、なんかね、今で言うと岡田くんがとかね、ですね、ニュースをいろいろ聞いて、うん、まあタッキーが独立なんかね、事務所を作ってとか、ね、なんか、うん、うん、ですね、まあ、そういう意味で世代を感じますよね、うん、そうですね、うん、まあね、言ってだってもうね、うん、もう我々よりちょっと年上ですから、うん、もう本当に44、45とか、そうですね、ですからね、もう全然なんかまあまあ、それだけそこまで続いてただけでもまあね、ですね、すごい、それこそまたこの仲良くの話に戻っちゃいますけど、そのスマップの息が長かったので、うん、なんかそこのもうパイオニアだったのかなと思ったり、そうですね、その前までだってでも本当数年で解散してますからね、その光源氏とかにしても、はい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 、はい、うん、やっぱ20代とかのこうああいうところで終わってるというか、まあまあ活動が閉じてるわけなの で、うんうん、それが当たり前でしたもんね昔は、うん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 、まあそうですよね、うん、まあある意味アイドルらしいアイドルの幕の閉じ方をしてたんですか、まあまあまあそうですよね、あ、まあ、逆に言うと、うんうん、若くてみたいな、うん、握手会とか行ったことあります？ないです、ないですありますいや、ないです、ないです。それこそ、まあ、ライブで、まあ、本当前もここで言ったかもしれないですけど、そのさっき名前出した鈴木亜美さんとか、はいはいはい、モーニング娘。は、大分に来た時に、行きましたね。うん、あ、本当ですか？なんか、なんなら本当、下手したら初ライブ、なんか、うん、でしたね。多分、高校生の時ぐらいに。そうそうそう、その衝撃というか、結構は残ってますね。鈴木亜美を初めて見たみたいな。初ライブはね、多分初ライブだったと思いますね、うん、ちゃんと自分でこう
友達とチケットを取ってとか、うん、まあ、高校1年生ぐらいだったかな。おお、それはでも嬉しいですね、うん、すごい。そうですね、やっぱ、うん、そう思い出になってますね。公衆電話でチケットを取って抜いたっていう。公衆電話でなるほどですね、時代ですね時代ですね。そう、平和市民公園のほうほうほう、もう今やない、はい、ね、ないかもしれない、もう撤去されてるかもしれないですね。そうですね、あ、そうぐらいかな。なるほどですね、うん、いや、うん、そうですね。それこそまあスマップはまあ好きといってもまあ前も話したですけど、だいぶ後期というか、そうですよね、まあ、遅れてファンになってる、家族でファンになってるっていう口なので、うん、まああれそんなにこう偉そうには言えないんですけど、まあでもそれこそ好きになってからこう家族でっていう期間の中ではもう3回ぐらいライブにも行ってるので、うん、まあちょっと期間もそんな長くはないですけど、うん、まあそれなりにこうね、うん、僕は持たないですけど、こううちわとかも家にありますし、ペンライトとか、うん、すごいですよね。まあ、だからあの世界ってすごいですね。そう、だからジャニーズショップとかは僕は行ったことあるんですよ。子供に、もう本当つい今年かぐらいの話ですけど。あ、本当ですか。はい。あの、はいはい、福岡ですか。福岡。そうですね。福岡の、はい、あのマークイズっていうあのドームのとこにある商業施設の中に入ってるお店で、なんか要予約制で、あの事前になんかスマホで予約をして、そうですか、入ったんですけども、でもあれ、すごい世界です。そうですね、今こう、はい、それこそもものすごい時期ですから、うんうん、このジャニーズ、まあ、ジャニーズ言っていいのかなって今ふと、もうだいぶ言ってますけど、超言ってますけど、ニュータミンズキズキ来てなくて、まあまあでもね、まあまあでもなんか僕はもう割ともちろん肯定的、あ、そのね、あのアイドルという文化については肯定的で、はいはいはい、まあこうね、推しの、でも推し活、うん、そのまあ何でしょう、端的に言えばもうめちゃくちゃ僕はやっぱその人生でね、うん、その方の人生にとってすごく大事で、うん、これがあるから仕事頑張れるとか、うん、ね、学校頑張れるとか、うん、まあ、彩りを完全に与えてくれてると思うので、うん、めちゃくちゃ僕はいい文化だなと思うんですね、うん、ですね、やっぱりその人の生きがいになってるわけなので、ね、まあとんでもなくやりがいがありますよね、うん、あのアイドルというかうん、バンドがね、あ、まあそうですね、バンドもそうです、ね、アーティストが好きだったから、うんうん、好きだから今みたいにね、その気持ちは正直もう一緒なんだろうなと思いますね、うんうん、そうですね、うんうん、いや、なるほどな。でも実際本当すごいなと思うのは、そのスマップもね、なんかすごいヒット曲とか当然知ってますけど、うんうん、それが誰が作曲してるんだとかっていうのはあんまり詳しくないんですけど、はい、ものすごいんでしょ、はい、その、いや、そうですよ、ものすごい超プロフェッショナルが作ってる、うんうんうん、もうそうだし、歌ってくれ歌ってくれじゃないけど、こうすごいプロたちがその採用してくれっていう感じで、あ、そうです、そうです、曲も提供っていうか、その中すごい中からもまた選ばれるわけでしょ。そうです、そうです、もう本当に1000曲、うん、2000曲のレベルで、あ、そうなんすか。でもあの小室さんでも何回もやり直させられるみたいな、わあ、聞いたことありますね。だからもう本当いろんなミュージシャンがコンペで応募して、はいはいはい、まあ、その中から本当もうえりすぐりの、うん、もうね、すごいとんでもない確率で、うん、まあ、だからまあ要はそれで逆算して言うと、その夜空の向こうの菅氏香さんだったりとか、うん、まあ、セロリの山崎まさよしさんとか、うん、まあ、当時ね、その一般的にはやっぱなかなかこう音楽好きな間ではもちろん人気だったと思うんですけど、うん、まあ、多分こう、まあ、フックアップと言ったらあれですけど、あ、ね、まあ、世にね、こう名前を、なるほどですね、広めたというか、まあまあそういった、はい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 、うん、成果もあったりしたんでしょうけども、なるほどですね、うん、いやー、すごいですよね。そうですよね。でも本当そうですね。だからそこ、僕もなんか音楽全般大好きなので、うん、そこそもうスマップのそのライブ行ってたぐらいの時期のアルバムとかも、うん、なんていうんですかね、僕はもう好きなアーティストが
提供するみたいな話でめっちゃテンション上がるみたいな。はいはいはい、はい。でうちの家族とかまあそれでその人のことを知るとか、なんかそういうのが結構ありましたね。あ、なるほど、逆にね。あの ボーディーズっていうバンドがいるんですけど、はいはいはい、その方がこう提供したとか、お大橋トリオっていう、まあはいはいはいね、男性ミュージシャンの方がいるんですけど、その人が、まあ、稲垣吾郎さんの、はいはいはい、ああいうちょっとこうなんか大人な感じのジャズっぽい曲を提供したりだとか。なるほどね、逆にね。僕はもう、そうそうです、そうです。面白いそれ。もうそれ僕ダブルで嬉しくて、そういうどっちも好きなんで。そういう楽しみもあるわけですね。はい、そうですそうです。まあね、こう割と後半終盤で言うとそのゲスの極みの、はいはいはい、ね、川谷絵音さん、はいはいはい、あの方やっぱ本当に天才ってまあ周りからよく言われてるんですけど、うん、実際そのさっき言った何千曲の中から勝ち抜くはずのスマップの楽曲に結構 2,3 曲うん、短い期間で使われてるんですよ。へー、なんかもうまさに本当に才能があるんだなっていう、うん、確かそうアルバム曲もそうだし、カップリングとかでも使われてたりとかしてますね。僕もね、ほら宮城ね、ああそう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 ですそうですね、宮城さんも最高です。宮城応援してたからスマップにね、そうですよね、結構提供でコラボみたいなのやってる時に、うんうんうん、あっこれで世に出たみたいなね、はいはいはい、思ってますよね。僕もだからそうですね、当然名前とかなんとなく知ってはいたんですけど、はい、まあ、そこでやっぱこうそうですね、しっかりと認識したというか、うん、まあ、これを考えるとね、そうですね。でも本当宮城もそれこそ2曲ぐらい結構短いですか、ね、そうですね、ラストがでしょ、そうそう、ラストのアザーサイドと、うん、その前のトップオブザワールドです、はいはいはい、はい、うん、宮城2曲ともめちゃくちゃかっこいいですね。なるほどですね、うん、ライブ あの定番でもありましたし、そのトップオブザワールドは、かっこいいっすよね。いや、めちゃくちゃかっこいいっすね。なんか紅白がなんか確か一緒に出てましたよね。ギターでね出て、おおと思ってね、かっこいいっすね。また、あ、背も高いからね。それ知らなかったから、その、はいはいはい、出ることを、はいはい、ラインナップにはないわけじゃないですか、当然。ああ、そっか。あ、そうですね。まあ、スマップとしか。雅推しの僕として、うわー、はいはいはい。そうですよね。した思い出があります。そっか、じゃ何気にも雅はじゃあ2回ぐらい出てるのかな。そのこの前の、ね。そうかな。ラスト。ああ、そうですね。ラストで、はい。そうですね。紅白に結構複数回出てる、そうですね、ギタリストですね。うんですね。いやー、なるほどな。確かに確かに、その楽曲提供の話は確かに結構僕興味あるというか、結構、うんうん、そうですね、興味深いですね。ですね。だからまあ、うん、初めてスマップがそのバラエティ的な感じでね、うんうんうん、進んでいった時もドギマギ、まあまあ、うん、僕らダウンタウン派はいはい、はい、としては ね、 ね、なんかそういうまっちゃん目線で見てましたから。はいはいはい。あ、なんか、なんか、え、夢で会えたらの後がなんかスマップの番組だったんでしたっけ。そうするらしいですね。ね、言ってましたよね。夢がモリモリか。で、はいはいはい。で、なんかちょっとね、うん、動画サイトとかでチラッとたまに見ると、はい、あれだからそういう企画だったのか、なんか結構有名な動画かもしれないですけど、そうそう、あのこう浜ちゃんみんなでなんか、あのピコピコハンマーかハリセンかなんかで、はい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 、浜ちゃんみんなで叩いて、はい、スマップがね、なんかね、ありましたよね、はいはい、叩くんでしょ、もうバリバリ尖ってた時の浜ちゃん、うんうんうん、あ、そうそう、多分ラストで、はい、ちょうどだから、まあ、引き継ぎみたいな感じで、ね、やったらしい、ね、あのスマップたちが、うんうん、あれ結構なかなかピリッとする、めっちゃピリッとしますよね。あの、まあ、当時のね、よくやった若いどこの馬の骨でも分からない人たちが、今見ると面白いんですけど、ね、もう当時はもう本当によくやったなっていう、そう感じですよね。ここがまたいいですよね。うん。いや、でもある意味そのダウンタウンとね、はいはい、マップと絡みっていうのは、まあ、そうですね。いいですよね。まあ僕の中でも本当にその2組はもう日本のこのエンタメのね、もうほんと頂点2組なので、ね、僕の中で企画と浜ちゃんがドラマしたりとか、そうですよね、うん、そうそうそう、いや本当にね、あそこが未だに仲良かったりするから、ね、あ、そうですよね、ラジオで、そうそうそう、そうですよね、キムタクのラジオに、うんうん、出てましたね、出たりね、うんうん、
なんかゴルフ行ったりね、なんか。ですね。なんか微笑ましいし。いや、めちゃくちゃそうですね。キムタクとハマちゃんのドラマなんて、うん、とんでもないですよね、今思えば。とんでもないですよ。で、今だったら誰なんだろうってなった時に、やっぱ、うん、なかなかもう出てこないというか。確かに。どうなんでしょうね、う今で言うと。まあ、なんでしょう。誰と誰ですか、誰なんだろう。なんかあんまりあれですけど、どうなんだろう、まあ、平野翔くんはもうやめちゃったからあれなんですけど、目黒蓮さんとか、あのスノーマンですかね、はい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 、あのサイレントっていうあの手話のねドラマあの、はいはいはい、話したけど、あの方とかですかね、笑いは誰なんだろう、笑いは誰ですか、ね、誰なんだろう、誰ですかね、若手っていうか当時だって20代でしょ、まだ多分浜ちゃんも、確かに粗品さんとかですか。ああ、なるほどね。まあトップの超笑いのね。のドラマね。若手のトップで言うと。なるほどな。よくわかんないですけど。今はそれはそれで見てみたい気もするけど。そうですね。いやだからあれでね、主題歌がスマップで、そうですよね。はいはいはい。ね。あれも良かったですね。あの感じ、たまんなかったです、うん。そうですね。うん、まあ、完全に世代がね、もう、はい、違う人から、ね、何残っちゃう、分かんない、少しもっと今のアイドルの話しろよと思われてるかもしれないですけど、今のアイドル分からなくなったら、ね、もう分かんないですもんね。それこそもうジャニーズ以外の、まあそのアイドルと言ってはいけないのかもしれないような、はいはいはい、なんか今いろんな、ね、言い方がありますけど、ボーイズグループというのか、あ、なるほど、グローバルなんとかとか言うのか分かんないですけど、うん、まあすごいですもんね、レベルもめちゃくちゃですよね、っててダンスとかめっちゃうまいですもんね、うん、まあでも女性、まあそのだからそっか、アイドルといったらあれですけど、うん、まあそうですね、僕はまあ広瀬が大好きだったんで。ああ広瀬さんね。まあアイドルか分かんない、でもアイドル雑誌とかに多分出てたと思うんですよね。出てましたよね、当時のね、友坂理恵さんとか、はいはいはい、まあ、あの時代の沖縄恵さんとか、はいはいはい、ね、あのぐらいですよね、はいはいはい、うんうん、なるほどですね、はいはい、まあ歌も歌ってましたし、そうですね、うん、まあ確かにそうですね、うんうんうん、面白いですね、ねえ、まあ、でも、あ、そうか、吉川さんのゆきさんですもんね、そうですね、僕、うん、まあ、もう完全にバンドですね、バンドでしたね、うん、そうですね、まあなかなかでも実際その境界線って難しい、うん、まあそうですよね、まあなんて言うんでしょう、逆にこうアイドルを盾にしてる部分もなきにしもあらずと思うんですよね、アイドル本人は、はいはい、うん、はいはいはい、なんとなくね、はい、うん、そのなんて言うんですか、本物じゃないんで、ま、みたいな、ああはいはいはい、はい、ちょっとハードルを下げるというか、うん、なんて言うんでしょうね、わかんないけど、うんうんうん、なんか、うん、まあ、いいと思うんですけどね、それはそれで、うんうんうん、まあそうですね、戦い方ですしね、ですね、本当それこそ冒頭の話に戻りますけど、そのアイドルという山は散々登ってる方なので、うんね、その時点でというか、うん、まあ、すごいのには変わりないので、すごいですよ、うん、すごいけど、まあ大変でしょうね、ねえ、いろんな意味で、いや、いろんな意味で本当に、いや、すごいと思いますよ、うん、まあ、自分自身が、ね、商品みたいなもんですもんね、ね、うん、いやだからそれこそそのスマップのねメンバーがすごいこう気候っていうか、そのスタッフ君とかね、なんかあったじゃないですか、事件がありましたね、なんかやっぱもう限界だったんじゃないかな、あ、まあそうですよね、まあ誰しもがそうやってちょっとね同情というか、うん、あ、そう、あんまり叩かれてなかったですもんね、確かにそうですね、うん、まあイメージも良かったですしね、そうですね、うん、うん、いやでもすごいですよ、確かに、まあ、今時代が時代だから、うんうん、言うとこう窮屈、もっと窮屈、まあそうですよね、うんうん、ね、なんかね動画とかにもすぐ残って拡散されるからですね、だから昔はそのフライデー的なものだったかもしれないけど、うんうん、今はもう全部がフライデーみたいなね、そうですよね、一般の人もそうですね、スマホで
ね、そう確かになんかプライベートでなんか変なことやって周りにね一般人の人がいたら、うん、もう多分すぐ取られてあげられちゃうから、ね、まあ、そういう意味で本当顔がね売れてる有名な人ってめっちゃ大変だと思いますよね。ねえ、ちなみに吉賀さんってこう、はい、例えば街で吉賀さんですよねみたいなのってでもあるんじゃないですか。街でまあ知り合いまであんまりこっちがあまり分からなくて、そうですね、ちょっと声かけられるみたいな、それこそテレビとかにも出てましたし、はいはい、時々ですね、そのコンサートなんか知り合いのねイベントライブとか行った時、ああはいはい、あの方ですねみたいな感じで、はいはいはいみたいな、なんかそういう時ってちょっとリアクション困ったりしますね。困りますね。ね、困りますよね。まあまあもうどうも。そんなないですよ。そんなないですよ。そんなないですよ。はいはい、うん。なんかどっかで見たことあるなみたいなことは。うん、はいはいはい。うん、そうですよね。まあ、それも一番困るかもしれないですね。そのまだなんか名前言ってもらったりなんか言ってもらえれば。行きますけど微妙ななんかで、はい、まあそんなないですよ。はい、うん、いやーでも本当面白いですね。あでもちょっとこうネガティブなというか、あの感じもちょっとだけ話したいなと思う。はいはいはい。実際どうですか、カンさんのね、あのマップファンとしては。そうですね、いや。本当もうこれも別にも僕は、あ、僕はっていうかそのまあ率直に、うん、まあ何ですかね、結構例えば東野さんとかも、うん、とかあとあのロムナツシさんとかが、うん、あのワイドナショーとかで言ってた話とちょっと重複するんですけど、うんうん、まあ、僕も本当一視聴者というかまあテレビ好きとして、はい、まあ長年見ている中で、うん、確かにあのね、元社長さんのことを、うんうん、あのすごいネタにしてね、喋、うんうん、ってたじゃないですか、ずっと、うんうん、90年代ぐらいから、うんうんうん、だからまあ僕らもそれ笑ってたじゃないですか、うんうん、なんならもうちょっとモノマネあのね、うん、してこうねあのやったりもうめちゃくちゃ有名なというか、うん、鉄板ネタみたいな感じで、うんうん、まあまあ僕らも笑ってて、うんね、みんなもうこぞってトンタレントさんたちもネタにしててみたいなですね、ネタが長らくあって、うん、本当もうまさに言われてる通りで、まあ片やその噂でも若干ね、うん、聞いてはいてみたいな。あ、聞いてたんですね。聞いてましたね。まあ僕は結構その、そうですね、スマップの時にいろいろそういうちょっと本とかも読んではいたので。あ、本当ですか。その時もう完全にあの一回、え、あれ最高裁でしたっけ、なんか判決が出てるとこまでは知っていて、お、知ってたんですけど、何でしょう、いつぐらいですか、そのスマップのどの時期ぐらいですか。あ、もうでもその解散でバタバタなってた時にいろいろなんかまあいわゆるちょっと下品ですけど暴露本的なものがあったりした時に、読んだ時にちょっとその一節にあったりだとかはあったし、まあなんか昔からね都市伝説的なところで、まあ噂はありましたけど、まあ僕はあまり半分信じてなかったというか。おお、そうですか。さすがになんか噂だろうみたいな。なるほどね。まあまあ若干ちょっとはあったんだろうなぐらい思ってたんですけど、うん、まあ、まさかあんなにめちゃくちゃなことになってたとはですね、さすがに思ってなくて。確かにね。で、いや、そうで僕はそう言いたかったのが、まあ、うん、まあ僕はそんなレベルですけど、そのじゃあ所属タレントさんたちが、うん、は知って言ってたんじゃないかなって最初は思ってて、はいはい、それであんなネタにしてたんだったらもう頭おかしいなとは思ったんですよ。なるほどね。もし知っててやってたら確かにマジでおかしいと僕は思うんですよね。その僕ちょっと結構個人的にその性犯罪とかちょっとまあ、うん、まあ、自分の中でというか個人的に本当に許せないというちょっと思いがあるんですよ。なのでまあ、本当に本当にそれをもし知っててやってたんだったらおかしいなと思ったんです。まあちょっとみんながみんなか分かんないですし、その最近なんか堂本光一さんとかも結構声明を出してて、まあ、彼なんか本当にねモノマネしながらめちゃくちゃネタにバラエティーでそうそうそうね、ずっと2人はしてたから、ね、本当に知らなかったなと思って、そのまあどこまでかは分からないですけど、だからまあそうですね、
ってなったら、まあ、そこはちょっと合点がいくというか、まあ、そのまま受け取ればですけど、うん、だからやっぱだいぶ異常な状態ではありますよね、うん、やっぱその、うんね、そういう状態って、うん、なんとんでもないことをやらしでかしてた人を公共の電波で普通になんかネタにして、うん、はいはいはい、さもなんかねこう憎めないおじさんみたいな位置づけで、はい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 、まあ言ってたわけですから、そうですね、だいぶ異常な世界だなと思いますね、うん、どうなんでしょうね、そればっかりは、うん、まあまあそうですね、だから別に糾弾するとかではないですし、うん、あれなんですけど、うん、だってまあこれが何て言うんですかね、この規模の話ってもしだまあちょっとあとだから性別の問題というか、うん、まあ、これが本当に男女あの逆の話というか、うん、そのわかんないですけど、うん、あまあ秋元康さんがこんなにアイドルの方をこんなことしてたっていうのはもうめちゃもう完全にもう追放じゃないですか、本当ですね、もう本当にとんでもない話なので、しかもその本当にまあまあなんていうんですかね、その成人の女性でなんかこの、はいはい、枕営業とかとはまた全然話が違うというか、はいはい、さらにやっぱ悪質で、うん、すごいやっぱね年の幼い子とかも本当に多分分からない状態で被害に遭ってると思うと、やっぱすごく胸が痛むというか、うん、すごく許せないなと思いますね、うん、なんかまだ分かんないですけど、そのまだ本当になんだろうな、まだそのレッスン中に殴る蹴るしてるぐらいのがまだマシというか、わもうそっちもダメなんですけど、なんかその精神的なというか、うん、その 卑劣な、うん、なんかその人の自分の欲で、でその子の本当人生というか、うん、怪我してるわけですから、すごく、そこのそうですね、ちょっとまあうん、そういう思いはありますね。だ難しいのはその所属されタレントさんたちに対する気持ちですよね、うん、そのそこでもう応援一切しなくなっちゃうのもまあ寂しいですし、うん、で結構賛否両論じゃないですか、ですね、そのタレントさんたちに罪はないっていう考え方もあるし、うん、でもそういうもうとんでもない会社に所属してるんだからもう、うん、もうなんかテレビとか使わない方がいいんじゃないかっていう声もありますし、うん、CM とかですね、うんうんうん、難しいですねそこは、めちゃくちゃ混沌としてますよね、うん、混沌としてますね、まさに、ね、いやだって、うん、かわいそすぎますもんね、まあそうですよね、そもそもその、うんうんうん、彼らはね、そうですよね、うん単なる被害者でしかないっていうかね、うんうんうん、まあ、黙ってたことを罪とするならね、うん、まあそうですね、なあって感じじゃないですか、そうですよね、ずっと頑張ってきて、ね、まあ、それでそのまたねあの、うん、そこの事務所出ますとかっていうことに対するそのねちょっと目線もまたいろいろ言いたいだし、うんうん、そうですね、かもしれないし、うんうん、思うとね、うん、かなりのすごい話ですよね。そうですね。うん、まあそうですね。だから僕はだからスマップ、まあうちの家族単位ですけどスマップが好きで、うん、その後割と家族がみんなが好きになったのがキンプリだったので、あ、まあですか。そうですね。個人的な感情を言うともうあの親子とは全然気が合わないなっていう。親子、まあ、これ本当個人的なあれなんですけど、ジェニーさんじゃない、メリーさんでしたっけ、はあはあはあ、あのおばあさん、あのお姉さんですね、その、で亡くなった、で、はい、そので今そのねジュリーさんっていうのが、うんうん、あの社長、え、うん、あまあ旧社長って、うん、その元社長っていうんですかね、うんうんうん、になるので、そう、うん、まあなんかまあそうですね、すごいですよね。まあだから、まあだからその山の上に立たせてあげた、うんうん、あ存在というか、うん、ことですね。まあ功績というか、うんうん、
大先輩たちの功績があってこそだとは思うんですけど、ね、そうですね、まあ、その功績を残させる人ではもうあったっていうことでもある、うんうん、そうですよね。なるほど、確かにそうですね。すごいですね。あのなんかネットフリックスだったかな、あの、うん、ジミー・サビルって知ってます？知らない。こういう人の名前なんですけど、はい、あの僕のだからジャニーさんの問題を知る前に、うん、あのこのジミー・サビルっていう人の、うん、まあ、ドキュメンタリーの映像をあの見てて、うんうんうん、実はもう結構すごく似た話なんですよ。まずそうで、まあ、この人どういう人かっていうと、日本でいうところの、うん、まあ、さんまさんとか、おうおうおう、あの金ちゃんとかぐらい、もうその本当のテレビの超大物。アメリカ？あ、ちょっとイギリスだったと思います。イギリス、もう本当イギリスも本当トップのテレビもスター、おうおうおう、でもめちゃくちゃ MC ずっとやっててみたいな司会を、おうおうおう、でちょっとなんなら政界ぐらいにもちょっとパイプあるぐらいの、おうおうおう、まあ、政治家もだから人気者だから、まあ力づいてくるというかぐらいの、本当にもう日本で言うと本当ビッグスリーとかね、金ちゃんとかぐらいの人が、実はその裏の顔があって、その児童養護施設、あ、児童福祉施設かなんかに行って、その本当に児童虐待みたいなのをしてたっていうのが、それこそ死後、あ、亡くなるもう本当ちょっと前、晩年に、それこそだからジャニーズと一緒なんですよ。BBC が暴いて、そうですか。で報道を始めて数年で亡くなったのかな。で結局まあまあ要はそのまあでもネットで確か告発した人がいて、うん、そっからようやく明るみに出たんですよ。やっぱ今までみんな泣き寝入りというか、まあ揉み消されてたので、それやっぱこの時代と、あとそのご本人のまあ影響力のこう低下が多分相まって、なるほど、ようやくもう数十年経って世に出て、うん、でもほぼ亡くなった後に、本当まさに今と一緒で、うん、亡くなった後からこう出てきて、うん、暴かれていってみたいな、うん、すごい社会現象になって、それがまとまった映像がこうドキュメントになってて、あの配信されてるんですけど、うん、まあそうです、まあ、この 1,2 年前だと思うんですよ、その配信されてて。あ、そうですか。で、なんかへーなんて思ってたら、全く同じような話が日本でもあってびっくりして、まさか日本でこんなことないよねと思ってたんですけど、あったなと思ってですね。まああれですけど、タレントさんじゃないですけど、なるほどですね。なんか映画みたいな話ですもんね。そうですよね。いやそうなので、そういうちょっとこうなんか重なるなと思いながら、この数ヶ月見てましたけど。なるほどですね。まあ時代があるんでしょうね、本当に。なんかもうそういう隠せるような時代じゃないというか。そうですね。ね、やっぱこうネットもありますし、情報が早いんで伝達が。恐ろしいですね、まあ、単純に恐ろしいというか、なんかこう、それこそそのまあ愛情っていうか、まあそれだけそのなんて言うんでしょうね、その思いというか、があったからこその、まあパワーというか、はいはい、もうあったのかもしれないですね。まあ虐待といえば虐待ではあるんですけど、ね、そうですね、まあ、気っていうかそういう、まあなんか言わんとしてることは分かりますなんか擁護してるわけじゃないですよ。はいはいはい、はい、まあなんかもう、まあ、常人じゃないというか、常人じゃないですね。どっちにも振り切ってるというかですね、嗅覚っていうか、はいはいはい、まあ、女性が愛する男性というか、女性いいなって思うようなね、すごい男性を見つけ出してるわけじゃないですか、ね、はいはい、そうですね。まあでもなんかそういう美容師さんだったり、すごい芸能かというか、そういった方って割と同性愛の方って多い
みたいなことはあるらしい。ああ、はいはいはい、あ、そうですね。やっぱ美というか、なんかそういうの美を求めてというか、そういうのがあったりするんですかね。わかんないですけどね。いや、すごいですね。でもね、そうそう、なんかまあせめてそのなんか大人同士でどうこうはまあまあなんかもうね、あれですけど。やっぱその幼い子供が被害に遭ってるというのはどうしても僕は、いや自分の子供がいるから、そうなんですよ、それを思うとね、うん、まあ僕はその友がいないですけど、まあそれはもちろん男女限らずですね、とんでもないじゃないですか、もう多分本当に言葉あれですけどね、殺してやりたいぐらい多分があると思いますよね。いやだから僕、その息子がね、割とこう可愛らしい感じだなと思ってる、なんかね、もしその、本人の理解もまだしてないうちからそんな被害に遭ってて、まあもう親だったらもうと思いますね。もう思います、絶対に一生許さないと思います ね、 それこそその、よくその告発、告発したなっていうか、その方々、そうですね、の人たちの勇気というか、そうですね、顔も出してですね、名前も、いやすごいなと思います本当に。いやだってさ、言うっての、そのもうね、売れてないからだなんだとかあるじゃないですか、はいはい、ねえ、なんかそこも含めてもそうですね、告発するっていうかね、まあ許せないものがねあったんでしょうですね。いやなんかわかんないですね、だからそういう全く知らない方々もきっといるのかな、とか。まあそうそうでしょうね。あんなもう数百人ってなんとか数字が出てきてるので、まあすごい話ですね。そうですね。まあね、なんかこう新社長の東山さんとね、命さんがすごいこうね、が頑張ってというか真摯に。してるんでしょうけど、まあなんかね、出直しというかあれです、仕切り直しでちょっと、まあ基本とさっき言ったみたいに、まあとはいえね、事務所は悪かったかもしれないですけど、やっぱ本当にタレントさんに元気とか勇気をもらってる人もたくさんいるわけなので、なんかどうにかそのいいところをですね残して、なんかまあ悪いところは出し切って立て直してもらいたいなとは思いますけどね。ですね、いやーすごいそうですよね、本当まさにその通りですね、まあ本当でも本当に時代がなんかそれこそ吉本、あね、吉本あって、そうですね、吉本のああいういろんなね、宮迫さんのああいうことがあって、そうですね、まあ、今までね出てなかったようなことですから、あれもね、世の中に出て、本当時代が変わったんだなっていうのをビシバシ感じますね。そうですね。このことは。すごいですね。という感じですかね。いやーまあここからね、まあある意味だからアイドルっていうかもうすごい、まあ、本物志向の時代になっていくかもしれないですね。もしかしたら。そうですね。わからないですけど。まあでもそうだと思います。物が細分化されて、いろいろ変わってはきてますけど、またここからまた変わっていくんでしょうね。そうですね。本当ですね。どうなっていくんでしょうね、ここからまた。ねえ。確かに。まあでも、たくさんね。はい。夢を見せてくれてるアイドルの皆様にはね、本当ありがとうございます。そうですね。はい。というところですかね。ですね。はい。いやー、すごいな。とまあ後半真面目に話になっちゃいましたけど。いやでもあんまりこの話してない。まあそうですよね。でもまあ。しました、そういういろんな方とこの話。ああ、まあぼちぼち、まあ
そうですね、まあ家で家族と、まあ、妻としたりとかぐらいですかね。まあ僕もしますけど、そこまで話せてないから、うん、ああそうですね。いやだから菅さん詳しいだろうからちょっと今回、いやそうですね、うちは割と話してるかもしれないですね。子供もまた好きですし今も、はいはい、あお子さんもこの情報はもちろん知ってます。いやでもそれはなんかやっぱさすがに、まあでも知ってると思いますよ、やっぱ高校生なんで。そうですよね、うん、ねこれがまだ小学生とかだったら分かんないですけど、うん、普通に知ってると思います。結構出てますしね、そのニュースとかでも割とこう、ね、詳細というか、いや、いろんなねちょっと調べれば、うん、恐ろしすぎますよね。そうですよね、ゾッとしますよね、うん、まあ僕らのそういうだからいじりすらも知らないでしょうから、その、うんうん、ああ、ね、そっか、そうですね、うん、うん、どういう感覚なんだろうなっていうね。で、ね、うんうん、で割とはどうなんでしょう、僕は聞いてないだけかもしれないですけど、うん、結構それはもうなんか事務所のとかももう今死んでるなんか前の人の、あ、まあ良くも悪くもだと思うんですけど、うんうん、だからタレントはタレントみたいな感じで一応切り離して、うん、まあ、応援はもちろんしててみたいな感じかなと思いますね、うんうん、見てて、うん、なるほどね、うんうん、うちに関してはですね、なるほどですね、うん、ああ本当いろいろね、まあ、YouTuber とか出てるから、うん、またね全然、あそうです、知らないアイドルみたいなのが、うん、ああそうですね、今はねまたいろいろ、そうですね、うん、確かに、ああこういうことからね、うん、また学んで、うんうんうん、いい時代になっていけばというとこですかね、うん、そうですね、うん、いやありがとうございますガッツリ、あ、はい、ありがとうございました。はい、はい、それではいいでしょうか。そうですね、はい、はい、それでは次に行きます。はい、はい、かかと作家今週の一曲、このコーナーは我々かかと作家が今週聴きたい曲をご紹介するコーナーですということで、はい、まあちょっと迷いましたけれども、やっぱり今日の話題に、はい、こうまあ踏まえたというか、はい、に沿いまして、で、はい、あとプラス、今日ですかね、X の方で、はい、鈴木治さんが、はいはいはい、なんかもう来年 で、ね、活動をね休止でもやめる、はいはい、引退するに、ね、引退するというふうな、うん、声明というかね、うん、ポストを出していたので、うん、あ、ちらっと見ました。僕も読みましてもらいました、うん、で、なんか、まあ、その時のこう、まあ、いろいろスマップの話題も出てたんですけど、うん、最後にありがとうを聞きながらこの文章を書いていますって言って、うん、結構歌詞が胸に響きますみたいに最後書かれていたので、あ、はい、まあ、スマップでありがとうということで、はい、いい友のね、あれを、あ、そう、そうですね、うん、タモさんを囲んで、はい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 ですね懐かしい、うん、まあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうね、うんうん、ありがとうございます。じゃあ、はい、僕はですね、僕もすごい悩みました。はい、ですけどね、それこそ最初のエンタメのすすめで出した、うんうん、方、うんうん、そのバンドの生粋はミザリっていう、そのヒデさんのコピーバンドのリーダーというか方、はいはいはい、リラさんという方なんですが、はい、その方にちょっとこう自分の人生で結構辛い時期があって、ちょっとこうメールで相談みたいなことをした時に、はい、励ましのね曲って感じで、時々の曲とか、はい、この曲聴いて元気出してみたいな感じで送ってくれたりしたんで、今日はねヒデさんじゃなくてって感じで、 BTS がね好きらしくて、はい、それで BTS の曲を送ってもらったんですよ。あ、へえ、すごい感動して、新しめの、はい、全然 BTS 通ってなくて、はいはいはい、チェックもしなかったんですけど、はいはい、もうこの曲を聴いてね勇気をかなりいただいて、はい、お、この曲をご紹介というか、はい、BTS のね、はい、ゼロオクロックという曲が、あ、知らないですね。はい、ゼロオクロック、ほうほうほう、僕もてっきりそのダイナマイトか、あ、バターか、あの、はいはいはい、ミッショントゥーダンスですかね、あの辺が来るかと思いきや、うん、そうなんです、ちょっとねしっとりとしたね、あ、そうなんですね、結構まあこう辛い時とかに、はいはい、
まあ一歩勇気出してね、次の一歩みたいなイメージの、ほうほうほう、かなりちょっとね、僕一応久しぶりに聞こうと思って、あ、はい、だいぶ勇気もらったんですけど、はいはい、今日もこう再度紹介するにあたって聞いたらね、うんうんうん、あのその BTS ってあれですよね、楽曲そのフリーにしてるんでしょ確か、ああその著作権フリー的な感じで、本当ですか、確か、うん、まあそのなんかもう何でも使っていいよみたいな、そう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 、で、はいはいはい、YouTube とかにも上がってて、うんうんうん、いろんな方がその歌詞っていうかその翻訳、あ、はいはい、とかも上げてて翻訳見ながらやっててね、今日もねだいぶわあ かなり胸に刺さったんで、ほもうちょっとね元気ない方とかよかった、はい、BTS の0億6個、ね、0億6個、はい、ちょっと聞いてみたいと思います、0000とかして書いてた、あーはは、はい、うーん、聞いてみます、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、いやーまあ、あー、ええ、そうですね、そうですね、うん、がっつりアイドルについて話せましたかね、うんうんうん、そうですね、うん、まあ日本は割とこうそういうアイドルがね、こう文化というか、うん、エンタメというか、うんうん、の中心にアイドル文化と言っても過言じゃないぐらい強い、まあ、そうですね、うん、うん、そんな中でね僕らも生きてると、はいはい、いうとこですよね、そうですね、うん、まあまあ推し活は素晴らしいのでですね、まあね、はい、タレントさんに罪ありませんので、ですね、まあ、ぜひね推し活で皆さん、そういうことですよ、ね、明るく健康にやってくればだと思いますけど、はい、ね、まあそういうネガティブなことはもちろんありますけど、うんうん、あります、ね、事実としてね、うんうん、あるでしょうけど、はいはい、まあ好きなね、うんうん、方のことをあの応援し続けていきましょうと、うん、そうですね、どこでしょうかね、はい、うんうん、じゃあところですかね。あ、ではね、YouTube と、はい、ポッドキャストで、あ、そうですね。してます。大体この収録をしてまあまあ数日後、そうですね。とりあえず西川さんの方がこう早くあのサムネをね作ってくれて、あ、そうですね。その周りと YouTube はアップしてくれて、はい、でそこにちょっと遅れる形で、あの自分がいつもあのポッドキャストを更新してますので、はい。はいはい、ぜひね、両どっちもお聞きいただければと思いますので、はい、またぜひ、はい、あのコメントなどいただけ、そうですね、はい、ね、うんうん、またなんかこうリクエストとかあったら、まあ、ちょっとあのステッカー的なものはね、うん、ちょっと作って、そうですね、もしねリクエストとか感想とかいただけたら、お礼にね、はいはい、あのくれるようにですね、していけるといいですね、そうですね、ちょっと、うんうん、少しずつ準備を始めようかな。そうですね、ちょっとその辺広げていきたいですね、うん、うん、あ、40回を超えたので、そうですね、変化をしていきたいなと思います、うんうん、うん、はい、いきましょう、それでは、はい、ありがとうございました、え、ありがとうございました、はい、またちょっと、え、ました、はい、はい、それでは画家と作家第41回、はい、お送りしましたのは画家の吉賀健太と、うん、作家の川野隆でした。ありがとうございました。また来週。また来週。おやすみなさい。それぞれの放送室から届ける声、等しい幸せなんてないけれど、晴れた明日へと行こう。しながら歩んでいたい。どんな過去があったって100億点で行こう。ずっとずっと大正解。笑うことは僕らだけの OK。 テレビスターが教えてくれた答えるみたいに、離れてみれば全部コメディ、縁のために進め、画家と作家。
メと呼ばれるかも知れないけれど校庭で遊んでいたあの頃みたい。どんな未来を作っていくのか僕らのアンテナを信じて行こう。きっときっと大成功。何もないは何でもありだとロックスターが教えてくれた。無駄なことを一緒にしようよ。足りない二人のメロディー弁当筆を持ってかとさか。幾時なしが続くよ。誰好きかげんよさ。幾時は幾時だと気づく。くぐれ大切な人を大切に。テレビスターが教えてくれた。何もないは何でもありだと。ロックスターが教えてくれた。僕らだけの道へと行こう。それぞれの道に挑もう。愛と笑いを乗せて画家と作家ララ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 。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram やっております。その他情報は概要欄まで。また次の動画でお会いしましょう。